アシャローズ・ミギロは、タンザニアの政治家、外交官である。2007年から2012年まで、国際連合副事務総長を務めた。2012年7月13日に、国連アフリカ HIV、エイズ特使に任命された。イギリスイニ民統治領時代のタンガニーカルブマ州、ソンゲアで生まれた。1963年にムナジムジャ小学校に入学後、 コログウェ小学校に転校し、ベルベル中等教育学校、コログウェ中等教育学校に進み、1975年に高校を卒業した。ダルエスサラーム大学で法学の修士号を取得し、1992年にドイツのコンスタンツ大学で法学の PHD を取得した。その後、ダルエスサラーム大学法学部の上級講師を務めた。 1992年から1994年まで憲法行政法学課長。1994年から1997年まで民法、刑法学課長を務めた。タンザニア革命党に所属し、1994年から2000年まで区議会議員。2000年から2005年まで地域、執行評議会の委員を務めた。2000年から2006年まで地域開発。 ジェンダー、子供問題担当大臣を務めた。2006年1月4日、大統領に選出された前外務大臣、ジャカヤキクウエテの下で、外務、国際協力大臣に就任した。この地位に女性が就任するのは、タンザニア独立後発だった。外省在任中には、第5地域国際会議や南部、アフリカ開発共同体政治、防衛、 安全保障協力機関閣僚委員会の議長を務めた。今後民主共和国、ザンビア、マダガスカルにおける選挙などの民主化プロセスに対するサドックの支援を調整した。また、大古地域の平和、安全及び開発に関する国連安全保障理事会の公開討論で議長を務めた。アメリカ政府関係者によると、コンドリーザ・ライス国務長官は、右路と、 個人的に面識があるという。聞くウエ大統領は2007年1月、ミギロの公認の外相にバーナード・メンベを任命した。2007年1月5日、ミギロは国連事務総長に就任した、半気分により国連副事務総長に任命された。半事務総長は、彼女は長年にわたり、発展途上国のために尽力してきた尊敬すべき、リーダーである。 多様な分野での卓越した奉仕を通じて、彼女は社会経済や開発問題における幅広い経験と専門知識を備えた卓越した管理能力を発揮してきたと述べた。ニューヨークタイムズが見によると、これにより副事務総長に途上国の女性を選ぶという藩の公約が果たされた。国連ニュースセンターによると、右色と藩は、 両者が外相だった頃に一緒に仕事をしたことがあるという。右ロは2007年2月1日に正式に副事務総長に任命され就任した。副事務総長在任中、デンマークのアナス・フォーラス・ムセン首相が設置したアフリカとの効果的な開発協力に関する委員会の委員となり、2008年4月から10月にかけて会議を開催した。2009年9月に、 ローマを訪問し、イタリアのフランコ・フラッティーニ外相やローマ教皇、ベネディクト16世と女性に対する暴力について、会談した。国連代表は、女性季節女とジェノサイドを止めることを目的とした、イニシアチブの最終準備をしていると報じられていた。右路は2012年6月に副事務総長を退任した。国連副事務総長退任後はタンザニアに戻り、 ジャカヤキクーエテ内閣で閣僚に就任した。その後、2015年の大統領選挙で、タンザニア革命党の予備選挙に出馬したが、ジョン・マグフリに敗れた。マグフリ大統領は2016年5月にミジロを中英高等弁務官に任命した。クレオパス・ミギロと結婚し、二人の娘がいる。ありがとうございます。